F6 号機の打ち上げ H, IIB ロケット2号機の打ち上げラムダ4、S ロケットロケットは、自らの質量の一部を後方に射出し、その反作用で進む力を得る装置、もしくはその水力を利用して移動する装置である。外気から酸化剤を取り込むものは除く。競技には、ロケットエンジン自体を言うが、先端部に人工衛星や、 宇宙探査機などのペイロードを搭載して宇宙空間の特定の軌道に投入させる手段として使われるロケットエンジンを推進力とするローンチビークル全体をロケットということも多い。日本では地上から照射されたマイクロ波やレーザービームをリフレクターで反射し空気の電離によるプラズマ発生時の爆発などを推進力とし燃料を使わないローンチビークルも ロケットと呼ばれる。なお、水力を得るために出される質量が何か、それらを動かすエネルギーは何から得るかにより、ロケットは様々な方式に分類されるが、ここでは最も一般的に使われている、化学ロケットを中心に述べる。また、ロケットの先端部に、核弾頭や爆薬など、軍用のペイロードを搭載して、標的や目的地に着弾させる兵器は、日本では、 無誘導の場合は、ロケット弾、誘導装置を持つものは、ミサイルとして区別される。特に弾道飛行をして、目的地に着弾させるミサイルは、弾道ミサイルとして区別している。なお、北朝鮮による人工衛星の打ち上げは、国際社会から事実上の弾道ミサイル発射実験とみなされており、 国際連合安全保障理事会決議1718と1874と2087でも禁止されているため特に日本国内においては人工衛星打ち上げであってもロケットではなくミサイルと報道されているまた他国ではミサイルとされるところをロケットやその類語で故障する国もあるロケットの語源はイタリア語で糸巻きを意味する ロックエットに由来する。イタリアで打ち上げられたロケット花火の形状が、旗折防水に似ていたところから、こう呼ばれるようになった。ロケットの方式でよく知られているものとしては、その使用するエネルギー源から分類して、化学ロケット、電気ロケット、原子力ロケットがある。化学ロケットは、 燃料の燃焼によって生じる熱エネルギーを利用し燃料自体を推進剤として噴射するもので効率は最も悪いが利用しやすいまた短時間に大きな水力を発生させることができる実用化されたロケットのほとんどは化学ロケットである電気ロケットはイオン推進など推進剤を電気的に加速して噴射するものである人工衛星や 宇宙探査機などのスラスターとして実用化されている。大きい水力を得ることは難しいが、長期間の使用に向く。原子力ロケットは、推進剤を原子炉で加熱して噴射する、ものロケットの後方で、核爆弾を爆発させて推進力を得るものなど、複数の種類があるが、安全性の問題はもちろん、核兵器の宇宙空間への持ち込みを禁じた。 宇宙条約や宇宙空間での核爆発を禁止する部分的核実験禁止条約の制限により実用化されていないオリオン計画やダイダロス計画といった構想が知られる原子力推進も参照なおロケットが推進する原理を噴射したガスがロケットの公表の空気を押すからと誤って考える人もいるかつてニューヨークタイムズが この誤解に基づき、真空中でロケットは飛べないと主張して、ロケット工学開拓者の一人であるロバート・ゴダードを批判する記事を掲載したという逸話がある。実際には、ロケットは真空中でも推進可能であり、明らかな誤解である。これは、作用、反作用の法則において、ロケットを、質点 A、空気を、質点 B とみなしたことによる、 こういう解釈であれば、ロケット推進の作用を空気が受け止め、その反作用で推進力が生まれるので、真空では、ロケットは、推進不可能という結論になる。実際には、ロケットの推進を作用、反作用の法則で説明する場合は、ロケットを、質点 A、ロケットの噴射するガスを、質点 B とみなすべきなのである。つまり、ロケットとロケットの噴射ガスを、 同一の質点へとみなしたことによる誤解である。あるいは、ロケット自体とロケットの噴射ガスに運動量保存の法則を当てはめれば、真空中でもロケットが推進できることは、容易に納得できるはずである。こうしたロケットの原理を示す式が、ツヨルコフスキーの公式である。化学ロケットでは、その最大の貨物は自らを宇宙空間まで運ぶ、推進剤である。 これは地球から長距離を航行しようとする際に大変な飛行率をもたらすが宇宙空間に中継地点を設けることである程度緩和されるのではないかと考えられている。アポロ計画の月着陸船が月から帰還するときに必要としたロケットが地球からの打ち上げに使われたサターンロケットに比べて驚くほど小さかったことからわかるように 重力が小さい場所から発信すればそれほど多くのエネルギーは必要としないのである。衛星軌道上に基地を設け、そこまで分割運搬した部品を組み立てて大きなロケットを建造し、そこから出発させるという方法などが考案されている。また、ロケットを使わない静止軌道までの運搬方法として、軌道エレベーターなどが実際に検討されている。 新型のロケットを開発する場合、製品は、ロケットエンジンの開発にかかっていると言っても、過言ではなく、計画遅延の原因は、エンジン開発の難航が占める割合が大きい。1960年代、80年代にかけて、米国は、スペースシャトルのエンジン以外、新型の液体燃料、ロケットエンジンの開発には、消極的であり、欧州等に比べて出遅れた。 その結果、1990年代からロシアが開発した液体燃料ロケットエンジンを導入してライセンス生産している。化学ロケットは燃料と酸化剤を搭載しており、これらを燃焼させて高温、高圧のガスにして噴射する。燃料と酸化剤を合わせて推進剤という。この推進剤の形態からロケットは固体燃料ロケット、液体燃料。 ロケット、ハイブリッドロケットに大きく分類される。固体燃料ロケットの模式図固体燃料ロケットとは、常温で固体の燃料と酸化剤を用いるロケットで、ある。古くは、火薬、最近の例では合成ゴムと酸化剤を、混合成形したものなどが使われている。固体燃料は、常温では飛散しないため管理が楽、構造が簡単な割に安価で、大水力が得られる。 体積が小さいなどの利点を持つ。反面、単二重量の推進剤で、単二水力を発生させ続けられる秒数を示す。非水力が悪いため効率が悪く、水力の制御が難しいこと。また一旦点火したら、燃料をすべて消費するまで燃焼を停止させるのは、ほとんど不可能であることなどの欠点を持つ。こうした特性から、 常に発射可能な状態で保管しておかなければならない、軍事用途、大水力を求められる宇宙ロケットの一段目や、補助ブースターに広く使用されている。液体燃料ロケットの模式図液体燃料ロケットは、液体の燃料と酸化剤を用いるロケットである。固体燃料ロケットとは違い、水力の制御が容易であること、一旦燃焼を停止させたものを再度点火するのが、 可能であることなどの長所を持つが、その反面、燃料を送り出すための高圧ポンプや複雑な配管システムが必要とされるなど、構造が複雑になり、その分効果になるという欠点も持つ。初期には、常温保存が可能なヒドラジンと4酸化に窒素、ケロシンと液体酸素などが用いられたが、最近はより高い悲水力が得られる液体水素と、 液体酸素の組み合わせが各国の基幹ロケットの主流となっている。このロケットの場合、酸素と水素を加合させるだけなので、排気ガスは有毒物質を一切含まない水蒸気だが、実際には液体水素、液体酸素エンジンだけでは、微生時の水力が不十分なので、固体燃料の補助ロケットを使用する。この固体燃料補助ロケットの排気には、 オゾン層や環境に悪影響を及ぼす、ハロゲン化合物が含まれる。ロケット自体の開発も困難を極める。また、人工衛星の軌道制御や、姿勢制御のための小型ロケットには、加酸化水素やヒドラジンを触媒で分解させて、噴射する、構造が簡単な一液式ロケットも用いられる。なお、一般に燃焼室の冷却には、燃料自体が使用される。 蒸気の液体酸素、液体水素のエンジンでは燃焼室の温度は3000度にも達するが、これだけの高温に耐えられる素材は現在のところない。その対策として燃焼室の壁やノズルのチューブには細いパイプや溝が何百本も張り巡らされており、推進剤をその中を循環させることにより、蒸発鮮熱により熱を奪うというシステムや、 推進剤の一部を燃焼室の内壁に沿って流すフィルム冷却やアブレーション冷却、ニオブ製のノズルスカートによる放射冷却が採用される。ハイブリッド推進システムの模式図ハイブリッドロケットは化学ロケットの一種で燃料と酸化剤がそれぞれ異なる層を持ったロケットである。一般的には固体の燃料と液体の酸化剤が用いられる。 固体燃料ロケットの特徴である構造の簡易性と液体燃料ロケットの特徴である水力調整を可能とするが同時に固体燃料ロケットと液体燃料ロケットの両方の欠点も合わせ持つこのため長らく実用化を見なかったがスペースシップ1ではハイブリッドロケットエンジンが採用されたこのため現在宇宙ロケットの分野では 効率が良い液体燃料ロケットが主流であり、固体燃料ロケットは、ブースターなどの補助水力として用いられる。一方、定期的に打ち上げる、高高度気象観測ロケットや、発射準備時間が短いミサイル等では、固体燃料ロケットが主流である。原子力ロケットは、原子炉で推進剤を加熱して噴射したり、核爆発による反動を利用して推進するロケットで、 ある。かつて、アメリカ合衆国でナーバが、ソビエト連邦で、RD-0421 が実験された例は、あるが、実際に運用された例はない。原子力ロケットには、核熱ロケット、核パルス推進、核融合ロケット、量子真空プラズマ推進機、核塩水ロケット、核光子ロケット等がある。水力重量比は、 化学ロケットよりも低いので、宇宙空間に化学ロケットで打ち上げられてから冗談として作動する。2018年11月7日、ロシアのロスコスモスは、ロスアトム及び、モスクワのケルディシュ応用数学研究所にて、メガワット級原子炉搭載型電気推進システムを搭載した原子力宇宙船を開発中であると公式に発表した。 旧ソ連時代の原子炉搭載型コスモス954号およびコスモス1402号で培った技術を改良し将来の惑星間飛行における現実的な手段として使用するという2019年3月6日ロシアのロスコスモスはロスアトムおよびモスクワのケルディシュ応用数学研究所にて RD-0420 核熱ロケットエンジンを ベースにしたメガワット級原子炉を搭載したスペースプレーンの開発計画が2010年から進行開発中であると公式に発表した。以下に燃料ではなく形態によるロケットの分類を示す。これらの方式の効率を計算するときはすべてツヨルコフスキーの公式に基づく。最初期のロケットの姿であり、ペイロードを必要な速度、 高度まで一機の打ち上げロケットで運んでしまうロケットのこと。下記の多段式ロケットの単位になる方式である。単段式ロケットは多段式ロケットに必要な切り離し装置などがないため構造が簡単で製作技術や制御技術があまり高くなくても作れる。またロケットが小型であれば多段式にするより単段式ロケットの方が効率も良い。 しかし大型ロケットの場合、時間が経って、不必要になった空の燃料タンクや、エンジンもずっと輸送することになり、効率が劣る。V2 ロケットなどの短距離弾道ミサイルや、気象観測用ロケット、模型ロケットなど小型のロケットであれば、多段式にすると、気候の複雑さから重量が増えて、かえって非効率的になってしまうため、単段式ロケットが使われることも多い。 単弾式ロケットの将来像として、単弾式宇宙保換機も研究されている。デルタ4ヘビーは、1段、2段を使用する、多段式ロケットであり、1段にコモンブースターコア3機を使用する、モジュラーロケットでもある。中央の1本は1段目として使用され、両側の2本は補助ロケットとして使用される。ロケットが十分な速度を得るためには、 移動体本体の質量は全体に比してできるだけ小さいことが望ましい。このため空になった推進材タンクやそれを燃焼させるエンジンを収容する部分は必要ない質量として切り離すという仕組みがコンスタンチン・ツヨルコフスキーにより考案され現在も使われている。これを多段式ロケットという。例えば人工衛星打ち上げ用の三段式ロケットの 場合、最下部の1段目のエンジンを噴射させて1段目自身と2段目と3段目と、それに乗った衛星を上昇させ、燃料を使い切ったら1段目を切り離す。その後2段目のエンジンを噴射して2段目自身と3段目と、衛星をさらに上昇させて、燃料を使い切ったら切り離す。その後3段目のエンジンを噴射して、 任意の地点で衛星を切り離して目的の軌道に投入することになる。人工衛星を軌道上で周回させ続けるには第一宇宙速度まで加速させる必要があるが科学ロケットは技術的な制約により多段式でなければ第一宇宙速度を得ることは困難であり現在の衛星打ち上げロケットは全て多段式である。この理屈で言うと理論上は 非常に小さく区切られた燃料タンクと小型のロケットエンジンを使い終わったら片っ端から切り離していくのが一番効率的になるのだが実際には小型化にも限度があるしあまり段数が多いと制御が難しくなり切り離し装置の重量や容量も増えるため構造効率が低くなり総重量全体に占める推進剤の割合が下がり技術面で 現実的ではない。加えて、ロケットエンジンの数も段数に応じて増えるため、コストも上昇する。このため、現在主流の人工衛星打ち上げ用ロケットは、ほとんどが2から3段式の構成である。無重力空間のみで動くロケットの場合、各々の段の被水力は目的に応じて推進材を選択することにより自由に決められるために1段目や2段目が、 非力で三段目のみ強力なエンジンを積むといったことも問題なくできるが地球など天体の引力圏内にあるロケットの場合は下のロケットが非力では飛び上がることができないそのために工述するクラスター方式などと合わせ下の段ほど強力にして上の段に行くに従い出力も小さくなっていくまた理想時に大きな推力が必要なので下段には 水力が高いが非水力の低い推進剤を、上段には、水力は低いが非水力の高い推進剤を用いる。モジュラーロケットモジュラーロケットとは、打ち上げ用途に応じて構成する部材を交換できる、多段式ロケットの形式である。規格化されたモジュールを様々な打ち上げ需要に応じて、組み合わせることにより、規模の経済により、量産効果による、生産性の向上。 価格低減が期待できるため製造費用、輸送費用、打ち上げ準備の支援費用、準備期間を最小に抑えることができる。代表的なモジュラーロケットには、ユニバーサルロケット、アトラス V、デルタ4、ファルコン Q、アンガラロケットがある。アトラス V の第1弾モジュールは、コモンコアブースター、デルタ4の第1弾モジュールは、コモンブースターコアと呼ばれている。また、 共通の仕様の小規模のロケットを大量生産にして、束ねることにより価格低減を意図した例として、コモンロケットプレプルションユニッツと呼ばれる、同一の規格化された小型ロケットを束ねた、オトラッグやインターアルビタルシステムズのコモンプレプルション、モジュールズを束ねたネプチューンの例がある。レール上を発射台に向かうソユーズトマママイナス3打ち上げ用の、ソユーズ FG。 クラスター化された5機のエンジンの計20個のノズルが見える。1段と2段を使用する多段式ロケットでもある。クラスターロケットとは多数のロケットエンジンを束ねて構成されるロケットのこと。多段式ロケットとともにツヨルコフスキーにより考え出された方式。エンジン1機あたりの出力は高いほど望ましいのだが、新しい大型のエンジンを開発するには燃焼室の 振動、耐久性、エンジン自体の質量増加、エンジンを作るのに必要なコストなどの問題を解決するため、莫大な時間と費用がかかる。クラスター方式は、手持ちの信頼性の高いエンジンを流用して、水力を増やせる堅実な方法であり、ソ連がアメリカに先んじて、スプートニクやボストークを打ち上げるのを可能とした。しかし、エンジンの数が増えると制御が困難になり、 N1 ロケットの失敗は、ソ連の友人脱旅行計画の失敗へとつながった。旧ソ連の R-7 が代表的なもので、一段目は5機のエンジンを持つ。他のクラスターロケットには同じく旧ソ連製の、プロトンやエネルギア、アメリカのサターン I 及び IB、ファルコン Q 日本の HIIB ロケットなどがある。また、 この方法を発展したロケットとして1970年代にドイツでオトラッグが検討されたが技術面や車上の選定に関する政治的理由により中止された。日本語では打ち上げロケットと呼ばれ地球から宇宙空間に人工衛星や宇宙探査機などのペイロードを輸送するのに使用されるロケット。打ち上げ機と呼ばれることもある。ペイロードが第一宇宙速度や 第2宇宙速度を超え地球周回軌道や太陽周回軌道に投入される。打ち上げ能力が低軌道へ1 0 0ラム未満の人工衛星を打ち上げる能力を有する概ね10トン未満の人工衛星打ち上げ機は超小型衛星打ち上げ機に分けられる。観測ロケットは科学観測、実験のために弾道飛行を行うロケット。研究ロケットやサウンディングロケットとも呼ばれる。 通常は高度 50km から 1500km へ打ち上げられる。使い捨て型ロケットは一度のみしか実施用できない打ち上げ、ロケットシステムのこと。最終型宇宙王冠機、短弾式宇宙輸送機、スペースプレーンの開発が各国で進行中である。スペースシャトルやブラン等一部が成功した。ティップスルターナマイソールロケットロケットの歴史は古く、 西暦1000年頃には中国で今のロケット花火の形態が発明され武器として利用されヒアと呼ばれた。1232年モンゴル帝国との戦いで使用されたという記録がある。その後モンゴル人の手に渡り各地で実戦に投入された。14世紀半ばには中国の小玉により多弾式ロケットが作られた。 1792年には、インドのマイソール王国の支配者、ティプー・スルターンによって、タイ英国、東インド会社とのマイソール戦争で鉄製のロケットが効果的に使用された。マイソール戦争終結後、このロケットに興味を持った英国は、改良を加え、19世紀初頭までに、コングリーブロケットを開発した。開発の中心人物は、 ウィリアム・コングリーブであった。米英戦争の米国におけるボルティモアの戦いでは、英国艦エレバスからフォートマック・ヘンリーに向けてロケットが発射され、感染していた弁護士フランシス・スコット・キーによってアメリカの国家、正常期に歌われた。同様に1815年のワーテルローの戦いでも使用された。初期のロケットは回転せず誘導装置や、 水力変更を備えていなかったので命中精度が低かった。初期のコングリーブのロケットには長い棒がついていた。大型のコングリーブのロケットは重量1 4 5ラム棒の長さは4.5メートルであった。1844年にウィリアム・ヘールによって改良されたロケットでは噴射口に玉体を回転するための変流翼が備えられ回転するようになり、 安定棒がなくても、命中精度は向上したものの、改良された大砲に、射程距離、命中精度が劣ったので下火になった。徐々に改良が加えられたが、ライフリングや、鋼鉄製方針等の大砲の改良により、射程距離、精度が高まってくると、誘導装置のないロケットの使用は、信号弾など、限定的なものになっていった。第二次世界大戦以降、カチューシャ、 バズーカ、MLRS などの形で復活した。日本でも、鎌倉時代に、元が攻めてきた時元軍により使用されたという。戦国時代には、呪しとして使われ、江戸時代に入ると各地で伝承されてきた。埼玉県秩父市の無垢神社で、毎年10月に行われるロケット祭りや静岡県、藤枝市岡部町、朝日名。 同静岡市清水区草薙、滋賀県米原市等、各地で古くから、流星の打ち上げが行われてきた。現在でも打ち上げられる流星は木材を竹田がで締め、内部に黒色火薬を突き固めた、単面燃焼ロケットである。この流星祭りの起源は明確な記録がなく、明らかではないが、鉄砲伝来後の戦国時代以降の,のろしが、 その後の平和な時代になって、流星となって、農村の真事、娯楽に転化したという説が有力である。近代のロケット、すなわち宇宙に行けるロケットが研究、開発されたのは、19世紀後半から20世紀である。コンスタンチン・ツヨルコフスキーは、ロケットで宇宙に行けることを計算で確認し、液体ロケットを考案した。このため彼は、宇宙旅行の父と呼ばれている。 ロバート・ハッチンス・ゴダードは、1926年に、世界初の液体ロケットを打ち上げた。このため、近代ロケットの父と呼ばれている。世界初の液体ロケットエンジンは、ツヨルコフスキーの OR-2 から、セルゲ・コロリョフが中心となった、ソ連のガード -09 の開発とされている。実用的な液体ロケットは、ウェルナー・フォン・ブラウンが中心となって、 ナチスドイツで開発した V2 ロケットが初めとされている。1920年代から1930年代にかけて各国で民間の宇宙開発グループが形成された。それらのグループには後に宇宙開発で著名な功績を残す者も,も多く含まれた。ドイツでは宇宙旅行協会に所属したベルナー・フォン・ブラウンたちやソ連では 反動推進研究グループに所属したセルゲイ・コロリョフ、タッチがいた。やがて第二次世界大戦の勃発とともに、彼らは、岩をなく歴史の荒波に巻き込まれてゆくことになる。スプートニクロケットにより打ち上げられた、スプートニク1号発射台から離れるアポロ11号を、乗せたサターン V 型ロケット。1969年7月16日、 国際宇宙ステーションの構造物を運ぶスペースシャトルナチスドイツの崩壊前後 V2 の開発に関わった人材の多くがアメリカに亡命した。またこの混乱期にソ連も V2 の技術を摂取していた。またそのソ連から V2 の改良型である R-2 の技術を供与されさらにアメリカで V2 を解析して 弾道ミサイルを開発していた貴重な人材であるセン、千マナブ森をアメリカとの取引で手に入れた中華、人民共和国も宇宙開発とロケット開発に邁進することになる。冷戦に入り、1958年にソ連がスプートニクロケットによって世界初の人工衛星を打ち上げたことで、スプートニクショックが起き、宇宙開発競争が始まる。 1961年にはソ連がボストークロケットによりユーリー・ガガーリンが登場したボストークの打ち上げを成功させ世界初の有人宇宙飛行を成し遂げた一方1969年にはアメリカがサタン V 型ロケットによりアポロ11号を打ち上げて世界で初めて人類を月に到達させた宇宙開発競争初期のロケットは アメリカのレッドストーンやソビエトの R-7 のように弾道ミサイルから弾頭を外し代わりに人工衛星や宇宙船を取り付けたものでありロケットの打ち上げ技術はミサイル技術と等価であり威嚇も含めた軍事的価値も高いために抜きつ抜かれつの開発競争であった1960年代から1970年代までに日本、欧州、 中華人民共和国も人工衛星の打ち上げに成功し、世界の宇宙開発のプレイヤーは、ソ連とアメリカと合わせて5極体制となった。日曜が先進的な宇宙探査機や人工衛星を打ち上げて、宇宙科学分野で実績を積み上げていった一方、中国は1990年代以降に、有人宇宙開発と宇宙の軍事利用に邁進し、2003年に、 調整2号 F により、新州5号の打ち上げに成功し、ソ連とアメリカに次いで、世界で3番目となる、有人宇宙飛行に成功した。冷戦以後は、アメリカとロシアの宇宙船は、宇宙空間でドッキングを行ったり、協力して、国際宇宙ステーションの建設に当たるなど、宇宙開発や惑星、衛星探索への利用が進んだ。また、軍事や情報における、 利用価値が認知され、現在に至るまで国家機密に属する非常に重要な技術として取り扱われている。特に偵察衛星の打ち上げは、諜報活動において革新的な出来事であった。宇宙空間には、国際法上、国家の領空は及ばないため、これまで諜報員や特に領空侵犯を行う、偵察機を送り込んで危険を覚悟で行ってきた。 情報活動のリスクを大幅に削減する成果を挙げた。1990年以降、打ち上げ能力は、質、量ともに向上している背景には、ソビエト連邦の崩壊後、冷戦期の宇宙開発競争を支えた、経験豊富な旧ソビエトの技術者たちが、世界各地での宇宙開発に携わり、各国のロケットの開発、改良を支えていることが挙げられる。これに対して、 ミサイル技術管理レジームがあるものの一部において境外化し弾道ミサイル技術の拡散も招いている。また GPS 衛星の打ち上げ後は比較的正確な位置測定の手段としてカーナビゲーションシステムなどに応用され宇宙ロケット関連技術は現代人の生活を支えるために欠かせない国家内市国家連合による政策としての宇宙開発が財政面で 苦しい局面に立たされている反面、民間によるロケット開発も盛んである。例えばスペース X とオービタルサイエンシズは商業軌道輸送サービスの一環としてそれぞれファルコン9でドラゴン宇宙船を打ち上げて2012年から同様にアンタレスで打ち上げてシグナスで2013年から国際宇宙ステーションへの商業補給サービスを 開始しており、バージン・ギャラクティックは、スペースシップ2の弾道を飛行による、民間宇宙旅行を計画している。今後は、宇宙飛行士の輸送も含めて徐々に、民間企業の自主開発したロケットによる輸送が、主流になりつつある。さらに規模は小さくなるが、アマチュアによる、ロケット打ち上げの試みもある。2004年5月17日には20人ほどの、アメリカ人による、 組織、シビリアンスペースエクスプロレーションチームによって打ち上げられたゴーファストが高度 115km に到達し、アマチュアロケット史上最高高度を記録した。一般人によるロケットとして歴史に名を残した。また、同様にアマチュアの開発によるロケットでの人工衛星の打ち上げ計画もあるが、資金、技術の両面において苦戦している。現在、 各国で次世代の打ち上げの主力となるロケットの開発が進行中である。それらは既存のエンジン等の部材を活用しつつ、これまでの技術革新の成果を取り入れつつある。これまで各国が独自で開発したロケットによって衛星を軌道投入した令和10カ国。ソ連、アメリカ、フランス、日本、中国、イギリス、インド、イスラエル、イラン、北朝鮮となっている。 現在、軌道投入能力を保有するのは、ロシア、アメリカ、欧州、日本、中国、ウクライナ、インド、イスラエル、イラン、北朝鮮の9カ国と一機関である。ロケット推進の鉄道車両であるオペル、サンダーロック3970年10月23日に時速 1014.513km の世界記録を樹立した。 ブルーフレームロケットは推進力が強力であり、大気圏内において物体を飛行させるための推進力としても利用される。その最も一般的な適用例は、気象観測ロケットで高層大気の状態を観測するためにしばしば打ち上げられる。気象庁でも定期的に気象観測ロケットを打ち上げていたが、2001年に運用を終了させた。他に無重力実験や、 各種実験、天体観測用の試験装置を搭載したロケットが打ち上げられる場合もある。飛行機への適用としては、1928年6月11日に、フリッツ・ステーマーの操縦により、リッピー・シュエンテが飛行し、1929年9月30日に、ロケット・フリッツの異名を持つフリッツ・フォン・オペルの操縦により、オペル・ロック1が飛行に成功、その後、 第二次世界大戦前夜の1939年6月20日に、エイリヒ・ウォージッツの操縦により、液体燃料、ロケットエンジンを搭載した HE、HE176 が飛行に成功して、第二次世界大戦末期に、盛んな研究、開発がなされた。その典型例が、ナチス・ドイツの迎撃戦闘機目163と言える。目163は、 水力 1700kg のバルターロケット一機により、アオン速飛行を実現した。この戦闘機を参考に、日本でも類似した、極地戦闘機、収水が試作されたが、試験飛行中に墜落して終わった。ソビエトでは1942年に、装備マイナス1が飛行した。他にも見具合マイナス270、DFS40、DFS194。 BA-349、g BA 2 4 2 DFS-228、DFS-346 等があった。また、固体燃料式のロケットもプロペラー機の離陸促信用補助ロケットとして各国で多数利用されたが、純然たる推進力として採用した航空機として有名なのが第二次世界大戦において使用された日本海軍の人間爆弾。 王家である。本機はまず、グライバーとして母機から切り離された後、攻撃を回避しながら、敵艦へ体当たりするため、水力8 0 0ラムの火薬式ロケット3本を、順次燃焼させながら、最終的に時速8 0 0トル程度で突入するという、ものであった。他に、ロケット推進グライダーの K1 号や新竜が、試作された。ドイツでは、 無線誘導ロケット爆弾 HS293 などが開発され、実戦投入された。その後、米軍の超音速実験機 X-1 において、ロケットが推進力として使用されて、飛行速度1.06マッハを実現した。オーカと同じく航空機から小型航空機を発射するという方法が取られているが、これはロケットエンジンの燃料消費量が、 あまりにも大きく、戦闘機サイズの燃料搭載量では、自力で飛行目標を達成できないからであった。燃費が悪いロケットは、大気圏内の航空機用推進力としてはあまり、用いられなくなり、航空機の推進力は、次第にジェットエンジンへと遷移していった。その後、一部の愛好家によって、実用機ではないが、ズッカーエアロスペース社のズッカーイージーロケットのような、 ロケット飛行機が開発、飛行されている。その他、地球以外の惑星でも、類似の動力による飛行が検討されている。しかし、その後も、宇宙ロケットと構造が類似している、弾道ミサイルには、液体燃料ロケットが採用され、瞬発力と大水力を有する固体燃料ロケットは、弾道ミサイルのほか、前述の通りに射程のミサイルや、気象観測、 無重力実験、射出座席やゼロ距離発進、MLRS、無反動砲等にも多用されている。比較的簡易な構造で急加速、高速が出せるので、1928年5月23日に、ベルリン郊外のアブセサーキットで、フリッツ・フォン・オペルの運転により、オペルロック2が時速 238km の世界記録を樹立したり、その後もブルーフレーム、 バドワイザーロケット等ロケットエンジンを動力とする自動車が速度記録に挑んでいる。ただし、ロケットエンジンの作動時間は限られているので近年の自動車の速度記録では水力の持続するジェットエンジンを動力とする車両が記録を樹立している。ロケットスレッドや1975年に水蒸気ロケットを用いたドイツの磁気浮上式鉄道。 コミットによる時速 401.3km の記録の樹立や1978年には固体燃料ロケットを搭載した HSST-01 による時速 307.8km の達成等で使用された。レンチの一種として小型ロケットが互い違いにセットされた台座を緩める対象に取り付けて点火することで短時間で緩めることができる。 ロケットレンチがある。主に不発弾の錆びた新艦を外すのに使われている。モデルロケット発射の様スペットボトルロケットの原理、一般人が趣味として気軽に打ち上げられる本格的なロケットとして、モデルロケットがある。これは燃料に、小型のものは黒色火薬、中、大型のものはコンポジット推進薬を使用したもので、コンポジット推進薬は、 スペースシャトルや H2A ロケットのブースターに使用される燃料と同じ燃料である。高度は100メートルから数十キロに達するものもある。ペットボトルロケットという強材用ロケットは、ペットボトルに水と圧縮空気を充填し、水を圧縮空気の圧力で噴射することによって、水力を得る構造を持ったものである。ロケット先進国アメリカでは、古くから、自動、 生徒の授業に取り入れられていた。日本など他の先進国に普及し始めた時期は明確でないが、多くの国で盛んに作られるようになり、科学教材として広く利用されるようになった。火薬を使って飛ばすモデルロケットも普及し始め、日本では各地の中学校で総合教育に取り入れられている。ジェテックスやタイガーロケットのような模型飛行機向けのロケットエンジンもあった。 世界の一部の愛好家の間では、ハイブリッドロケットや液体燃料ロケットも打ち上げられている。日本国内では、航空法に基づき、ロケットを打ち上げる区域によっては、打ち上げることが禁止される場合、または打ち上げる場合に事前に、国土交通大臣への届出が必要な場合がある。政府機関情報サイト、ありがとうございます。